こんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。今日は暑いですね。そうでもないかな。めっちゃ暑いんだけど。え、暑かったよね、やっぱり。こんばんは。なんか家出なきゃみたいなタイミングがさ、めっちゃ風吹いてて、もう強風みたいな。で、なんかもう本当にすごくて、風がとにかく、もうなんか外の音が部屋にまですごい聞こえてくるぐらいの風だったから、ああ寒いんかなと思って、そうすごい厚着していったのけど、全然そんなことしなくてもいいぐらい暑くて。普通に暑かったんだけど。おかしい。こんばんは。今もなんか、なんなら風吹いてるな。やめてほしいな。こんばんは。このなんかトレーナーとかまだ早かったなと思って、今日暑いです。今日はでも休みだったんですけど、メンバーと会ってました。いい一日って感じで。暑いの本当ダメかも。寒いのも嫌だけど、どっちも嫌だけど。ギフトありがとうございます。ありがとう。15日のスコア18日だって。ああ、ありがとうございます。で、15はね、まだ先、ちょっと先ですね。まだ応募できるのか。15はもう締め切ってる？ 18 が多分今日発表された感じ。あれ？ 15 が最近か。あれ？今日発表されたのか。なんかさ、そう、メールが一気に来るからさ、わかんないんだよね。今日か。なんか言っちゃいそうなのよ。この次の日、エスコンや、この何日だよとか言っちゃいそうになっちゃう。危ない危ない。そう、次のエスコンは15日で、その次が18のテトナですね。はい。って感じです。だから私は、次の公演は15ですね。なんかちょっと間が空くんですけど、楽しみです。こんばんは。最悪言っちゃっても 言っちゃってもいいですか？そう、いやマジで本当口滑らせそうでさ、怖いんですけど、ちょっと余計なこと言わないようにしないと。こんばんは。怖いよ、ほんと。余計なこと言っちゃいそうで。こんばんは。まだ前回の S 公演見てない。定点見なきゃ。スケジュール一気に送られてくるね。うん、なんかでも分かんない時もあるし、月間でなんとなくこんな感じですみたいな時もあるし、バラバラです。急になんか明後日にじゃないよですとかも全然あるし、そう嬉しいんだけどね。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。私はでも基本なんか
お友達とどこかに行くとかはしないタイプだから、別になんか急に予定が入ったとしてもまあそこまで困らないんですけど、友達っていうより家族とどっかに行ったりとかっていうことが多いので、 そこまでなんか予定立てたのにっていう時とかはないんだけど、そう友達いないから。こんばんは、ギフトありがとうございます。ありがとう。暑すぎる、ちょっと。ご飯食べた。食べました。私来週っていうかもう1週間ランウェイまで切ってるよねって思うけど、結構普通に食べてるけど大丈夫かな。とりあえず飲み物を水にしてみたけど水にしてみたけど、こんばんは。全然お菓子も食べてるけど、もうほんと苦しい今、やばい。今日パスタを食べました。苦しいです、とっても。ラーメン配信で見れそうで嬉しい。見てください、17時15分から中継が始まるみたいで、 YouTube で公式かな、多分東京ガールズコレクションの公式の YouTube 見て見れるみたいなので見てください。まあ普段もなんか LINE ライブだっけとかで配信されてるからあると思ってたけど、よかった、ちゃんと正式に発表されて安心です。まあ来てくれる方ももちろん聞いてるので嬉しいんですけど、配信でも見れるみたいなので配信でも見て見守っててください。そう、なんかこういう配信あのランウェイとかって何時に出るよとかが言えないので、そう時間なんて言うんですか、ずっと見てもらわなきゃいけないことになっちゃうんだけど、それはちょっと申し訳ないんですけどねそう多分そういう決まりがあるみたいで、そう何時頃に出るよって言えないから、ちょっとなめちゃめちゃ長くお待たせしちゃうと思うんですけど、ぜひ。アップルウォッチが充電ないらしい、ごめんなさいごめんなさい。すごい、あと 10% だよって言われた。こんばんは。楽しみだな、とっても。最近黒ゆずちゃんや黒ゆずちゃん、黒ゆずちゃんです。そう、なんかちかさんにさお誕生日プレゼントいただいたんだけど、白いロンティーをいただいたのね。なんか
ロン T 欲しいよなみたいな話をちらっと言ってて、私がなんか衣装部屋かなでなんか着替えてる時に言ってて、それをちかさんが聞いてくれてて、そう、それを覚えてくださってたみたいで、誕生日に、ね、あげるって言ってくれたんです。まだもったいなくて開けてもない、そろそろ開けようかなと思ってるけど、なんかそう、まだね開けてないんです。だからちかさんどうしようと思って、お誕生日プレゼント何がいいかな、いっそのことなんか聞いちゃってもいいかなと思うけどね。誕生日プレゼントってなんかさ、考えるのって結構難しくない？なんかよくさ、インスタとかでさ、なんかおすすめギフトとか誕生日ギフトとか流れてくるけどさ、なんか持ってそうなんだよなみたいなものばっかりで、そうだからいつもそう、やっぱ違うなと思って、そう、なんかでもハンドクリームとかもうど定番すぎやんって言いながら、私去年ちかさんにハンドクリームプレゼントしたんだけどさ、そう、こんばんは。いや、なんかなんならだったらこれ欲しいって言ってくれた方がありがたいよね。なんか確実になんかその人が欲しいものあげれるし、ウィンウィンじゃない？なんかこっちもなんかそこまで深く考えなくていいしさ。こんばんは。確かにスタバカードとか iTunes カードいいね。スタバカード確かにね、私もめっちゃあげます。本当にスタバカードで思い出した、また今日のメールが来たの。スタバカード、スタバチケットの期限が迫っています、急かされてる、急かされてる。もチケットの期限がね、あとね3日ぐらいなんだよね3日ぐらいだから、誰かに、ママか誰かにプレゼントしようかな。スタバ全然行かないから、お誕生日にもらうギフト券がいい機会になって、確かに行かない人からしたらありがたいか。でもちかさんよく行ってるよねスタバ、逆にそれがいいのかな、どうなんだろう、難しいよね。なんかでもスタバカードだけだと寂しいじゃないですかそうだからさ、そこが難しいんだよね。なんかスタバカード単体とかだとちょっとなんか物足りないというか、なんか何か大きいものとスタバカードみたいなのがいいのかなとか思ったり、思わなかったりって感じ。こんばんは。こんばんは。ギフトもありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。
苦しくなってきた、お腹がいっぱいすぎて。誕生日プレゼント難しいよな。そうだから今ちかさんのお誕生日プレゼント何にしようと思って考え中、考え中です。この間お友達にヘアブラシもらったのです。そう、去年のね、アイカップのタンプレヘアブラシにしたんです。名前入りの。我ながらセンスいいなと思ったよね。いや、なんかさ、名前入りっていいなと思って、なんか特別感ありますね、名前入ってると。そう、我ながらセンスいいなと思った。なんか、ピンって思いついたの。そういえば、名前入りのヘアブラシってなんかどっかに売ってなかったっけと思って、そう。すぐ行きました、そのお店。忘れないうちに行っとこうと思って、そう、すぐお店に駆け込んだ。そう、時代とかもさ、すごいさ決められるんですよ、こういういろんなのがあって。そうそう、センスいいなと思いました。私でちゃんと誕生日プレゼントにアイクピョンに渡した。あと欲しいって言ってた、欲しいって言ってた、なんかグミはあげた。なんかずっと食べたいって言ってたグミがあって、あゆかぴょんが、そう、それも一緒にあげた記憶。やっぱ普段から人のこと見てるからさ、ちゃんとした言葉も聞き逃さないので覚えてる。そう、グミあげました。なんかいつもグミ干してるもん。誰か持ってないって言ってる。絶対言ってる、誰かグミ持ってないって言ってる。人間観察得意なだけ。てかさ、昨日行ったさ焼肉屋さんのさ店員さんがめっちゃ可愛くてさ、マジで結構可愛すぎてさ、そのさお店のインスタとか調べちゃってさ、なんかいないかなと思って調べちゃったけど見つからんかった。結構タイプの顔だったんだけど、なんか本当に最近さ、そういうなんか可愛いと思った人のさことをさどうにかして調べるみたいな、ちょっと危ないことしてるんだけど、怪しいよね。そう、めっちゃ可愛くて、マジで結構タイプだった。かわいい。ずっと言ってたママに、あの店員さんかわいくないって言ってて。そう、あの店員さんかわいくないって言って、すっごいかわいかった。普通にさ、なんか街中とか、なんか街を歩いていてもさ、やっぱ人間観察が趣味だからさ、めっちゃ見るわけよ。そう、すごい見ちゃう。こんばんは、ギフトありがとうございます。ありがとう。なんか一回電車乗った時に反対側に向かい合わせでこうなんか乗ってて、すっごい美人の人が乗ってきたのね。そう、めっちゃもう本当に可愛い、絶対何かやってるでしょっていうぐらいの可愛い人がいたのはすごい覚えてるんだけど、その人今何してるんだろうってたまに思ったりしちゃう。そういう時のなんかさ、なんかなんて言うんだろう、衝撃的なものはさ、
ちゃんと覚えてるから、めっちゃ今でも思い出せるぐらいなんだけど、でも2年前ぐらいの話、本当に可愛かった。こんばんは。同じ時間電車乗ってみよう。いやもうあれ東京なんですよ、東京の電車、山手線山手線に乗ってた。そう、もう会えない、だから残念ながらもう会えません。まさかの山手線です。都内の駅迷子にならない。なる。なる。めっちゃむずい。いやなんかよく行く駅とかわかるんだけど、まあ大体でもさ、看板と看板っていうかなんかさ、あるじゃん。ちゃんとなんか何ここ何行きとか何番線とか書いてあるから、なんか調べることはできるんだけど、むずい。でも名鉄、名鉄に比べればもう大丈夫なんで、そう名鉄が鬼むずいんですけど、いやでも東京も東京で結構難しい。私一回お仕事で渋谷集合だったことがあって、ハチ公前、まあど定番じゃないですか、ハチ公前集合って。でも分かんなくて、ハチ公前がなんか多分変なとこから降りちゃったんだろうね。なんか渋谷までは行けたんですけど、渋谷から、どうしたらいいみたいな。渋谷でまず一回降りたんだけど、みたいな、ハチ公ってどこみたいな感じで、もうほぼほぼ泣きそうになりながらマネージャーさんに電話した。ハチ公前が分かりませんって言って、そうどこですかって言ったから、マネージャーさんが手挙げて待ってくれてた。そうハチ公前が分かんなくて、いやむずいよね。多分なんかすっごい変なとこで降りちゃったんだろうね。すっごい遠かったもん、ハチ公前が。そうすっごいむずかったっていう話です。なんか全然違うとこから降りてて、そうむずかったです。大阪の梅田駅が生きてて一番むずと。梅田なんかでも広いんだっけ、なんか聞いたことあるかも。きれい広い、何なんか大きい、大きいと広いは一緒か、なんかすごい大きいって聞いたことある。そんな大きいの。なんか聞いたことあるか。いいな、大阪行きたいな。もう行ってないよ全然。大阪行きたいかも。普通にたこ焼きとか食べたいんだけど普通にたこ焼き食べたいんだけど。いやなんか大阪とかさ全然さ行けるじゃん。行って帰ってくることなんて一日で可能だけど、私そんな行動力持ち合わせてないから無理なんだけど、行きたいな。ユニバ行きたい。ユニバね、ちょうど去年の今頃行きました。混んでたけど、とっても久しぶりにメンバーとユニバ行って楽しかったな、去年。もう1年前か、早いな。ユニバも行きたいし、ディズニーも行きたい。なんかユニバはハロウィンの時期に行きたくて、クリスマスはディズニー行きたいんだけど、行ったことないです、どっちも。行ったことないです。あの時のカチューシャってまだ持ってるよ。キティのカチューシャどっかにある、多分。どこにあるだろう、多分どっかにあります。さすがに捨てたりしないので。
どっかにあるけどどこかが分かんないですね。キティのつけました。ハロウィンのユニバ怖いんじゃない。ハロウィンのユニバ行ったことないどっちも行きたいなと思ってるだけで気づくと終わってんだよね。だいたいなんかさ、ハロウィンの時期はハロウィンが終わった頃にやっとさ忙しくなくなったりすることが多いからさ、なかなか行こうと思っても行けないんだよね。行きたいんだけどね。でもそんなイベントごとにさ行ったらめっちゃ混んでそうじゃない。ユニバ行きたいな。ユニバはあれが好きです。乗り物名前がすごい分かんないや。ジェットコースターなんだっけな、なんか忘れたけどすごい好きなやつ。スペファン、そうスペファンです。それ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 、スペースファンタジーザライド、めちゃ好き、すっごく好き、あれが一番好き。めっちゃ楽しいんですよね。なんかね、室内のジェットコースターなんですけど回転するのよ、くるくる。それがすごく好き。フライングダイナソー好きですね。フライングダイナソーすごい好きだし、終わり頃に右向くと急にセブンイレブンが見れるところまでがセットで好きです。すごい急に世界観が急にね、いつもの道にが見えるのがすごい好き。おもろくない？乗ってる時はすごいわー恐竜みたいな感じなんですけど、最後の方に右を向くとセブンイレブンがね見れるのよ。そこがすごい面白くていつもね見るいつも見ます。いつもフライングダイナス見るときはあー楽しかったって思いながら右向く。そう、普通のセブンイレブンがね待ち構えてる。そう、見てくださいって言ってるのってぐらいに空いてんの、そこのスペースが。隠れな、全然隠そうとしてないんですよ。そこが面白くて好きなの。セブンっていうのがおもろくない、なんかこんばんは。でも絶叫系とかはもうね全部いけるはず。富士急にだけ行ったことなくてそれがちょっとあれなんだけど、行きたいなと思うんですけど、長島とかも全部行けます。全然怖くもなんともないって感じ。ただただ楽しいで終わっちゃうけど、富士急行ったことないんだけど、まあバンジージャンプ飛べたからまあ行けるでしょっていう、なんか謎のメンタルというか自信がすごいある。そう、なんかもうバンジー飛んでから何にもかもが怖くなくなって、全然高くないけどみたいな風になっちゃって、いや高いなとは思うんだけど、全然なんかなんだろうな、普通に楽しいっていう気持ちになっちゃったから、そう怖さとかなくなっちゃったかも。私バンジージャンプ飛んでからすぐにあのムービングステージ、あの須田さんと奈緒さんの卒業コンサートと、あとなんだっけ14周年のコンサートの時のムービングステージがもう全然怖くもなんともないみたいな感じ。ただただ楽しいで終わっちゃったね。なんかもっと怖いかなと思ってたけど楽しかった。ムービングステージ見るとハラハラする。
いやあれはね、見てる方が怖いんじゃないってぐらいだよね。わかるもん、まあ、気持ちはわかります。でも乗ってる方は割とそんなことないかも。なんか見た目よりもそこまで高くもない感じ。でもあそこの上で踊ったコケティッシュ渋滞中、なんか別の意味の怖さがあったというか、なんだろう、なんか一気にドンってなるから結構揺れる。ちょ、普通に立ってるだけで揺れるんですよそう、何も踊ってもないのに揺れるから、逆になんで揺れてんのっていう意味で怖かった。そっちの意味でね。そう、まあまあ危ないよね。でもコケティッシュ渋滞中はなんかその場だったの。そう、その場でステージが動かないで、そう踊るみたいな感じだったんですけど、スタンドバイユーでビューンってあの本捨てまで移動してたのね。そうだから踊りながら動いてんのステージが。その時はちょっとおーって思った。風を感じました風を感じた。ステージ乗ってて、いやちょっと絶叫系の乗り物乗りたいな。しばらく乗ってないかも。乗りたい。なんかジェットコースター乗りたい。いやでも富士急はちょっと行ってみたいね。でも遠いよね、愛知からって考えたらちょっと遠いのかな。だって山梨県ですよね、富士急ハイランドって。まあ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 あれじゃない、遠いよね。結構距離あるよね、国は。ご家族も絶叫系いけるの。ママが無理な人ですね。もう 何も無理、何でも無理って感じ。あのこの間私あの琵琶湖バレエ行ったんですけど、あのロープウェイ乗ったの、それでもうダメだったもん。だから本当に怖い人って全部無理よね。そっちはめっちゃ楽しかったけど、ロープウェイだけ。ロープウェイでもなんかすごい揺れたんですよジェットコースター乗ってるぐらいのあのふわっとした感覚が結構あって、もうテンション爆上がりだった。私はあの感覚がすごい好きだから、それでもすごい楽しかった。富士急行きたいな。こんばんは。こんばんは。ママは飛行機も無理。飛行機も無理。なんか余計な心配ばっかりしてる。私はすごいにこの国を信用してるんで、もう墜落とか別に考えないんですよ。普通に楽しみだなとかしか思わないんだけど、ママとかにな、ママとかはもう落ちたらどうしようみたいな、ずっと言ってるもん。絶対そんなことないじゃないですか。まあ絶対とは言い切れないかもしれないけど、私はもうこの国をとっても信用しているので、いやいけるでしょみたいな。普通になんか怖いとかじゃなくて、飛行機大好きだからさ、もうワクワクしちゃうタイプ。
そう、すごいね、怖いって言ってる怖いって言ってる。私はでも本当にあのスピードが上がる瞬間が一番テンション上がりますね。浮く瞬間も好きですけど、スピード上がる瞬間が一番好き。飛行機も乗りたいな飛行機も乗りたいですね。こんばんは。確かにスカイダイビングやりたいな。スチールドラゴンでゆっくり上がるのが無理。あーあれね、あれ結構長く感じません？距離なんかさ、乗ってなくてもさ、見た目でも結構長いなって思うけど、なんか自分がいざ乗るとさ、全然進んでないじゃんってなるよね。わかる。怖くはないけど、確かになんかあの瞬間が一番緊張するかも。なんかドキドキする。落ちる落ちるって思いますでもジェットコースターってね、なんか見てるだけだとさ、そこまで速い感じしないけど、乗ってるとマジで速いよね。こんばんは。ジェットコースターに乗りたくなってきた。ガシマスパーランドもうなかなか行ってないな。もうしばらく行ってないかも。結構年単位で行ってないかもしれない。行きたいな。隣のアウトレットはまあまあ行くんですけどね。行ってないよ。行きたい。声を出すタイプ、静かに楽しむタイプ。どっちでもいけますあの TPO に合わせてって感じどっちでもいけるかも。どっちでもいけるかもっていう回答何って感じだけど、あのその場の状況に合わせられるって感じです。周りが叫んでたら叫ぶし、周りが静かだなと思ったら静かに乗れる。どっちも対応可能です。どっちも対応可能でやらせてもらってます。もうすごい風吹いてる。大丈夫？すごいすごい、冬みたいな風吹いてるけど大丈夫そう？大丈夫そうか。めっちゃ風吹いてるけど、え、聞こえた？今結構すごくなかった？ビャーンみたいな風吹いてたけど。なんか冬のなんか12月みたいな風って感じ。11月ではないな。明日寒いかな。明日マスパ行こうとしてた今とか。
今思った。松葉行こうかなって思ったけど、どうしよう、めんどくさいかも、けど行きたいかもって感じ。こんばんは。すごい風が。そう、行けるときに行っとかないとさ、行けなくなるから行きたいんだよね。明日行こうかな。そう、ちょっとでもね、写り良くしたいからね。日中は23度みたい。え、暑いじゃん、23度。え、めちゃめちゃ暑くない？それ、めちゃめちゃではないけど、あったかくない？全然大丈夫じゃん、余裕やん。23度ってそんな寒くないよね。何度からが暑いとかも分かんないけど、もうダメだ。全然日中なら行きたいんだけどな。日中ならあり、もうありよりのありすぎ。そう、今日はね、雨降ってたけどね、運よく雨には濡れなかったです。私の勝ち、私の勝ちです。雨に濡れなかったので、さすが。私の勝ちだっていう気持ち。ちょうど室内にいた。TGC の YouTube 登録しておいた。おお、ありがとうございます。皆さんもぜひしといて、通知取っといてください。私が出演させていただく11月11日の美醜コレクションの配信が決定したので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。こんばんは。17時15分から配信されるみたいです。52分なので55分になった。やば、今53分になった。55分になったら終わります。こんばんは。ラーメンの日でメイクとかも変わるから、それも楽しみです。ゆずもめっちゃそれを持ってるんですよね。いつも自分でしかメイクしないから、そういうモデルのお仕事って、プロの本当になんかいろんな多分方をメイクしてらっしゃる方にメイクしていただけるから、貴重な機会でもあるので、すごくゆずも楽しみにしてる。嬉しい、めっちゃ見入っちゃうもんそう、すっごいね、見入っちゃいますね。
こんばんは。人にやってもらってやっぱ勉強になる。うん、でもなんかこうこれを使ったらこういう風に見えるのかとかには、そうやっぱプロかの方が使うってなるとやっぱ買うべきかなとか思っちゃうよね。そうめっちゃ聞いちゃったりするの。どこですかとか、とかもう自分で見る限り覚えてメモっちゃったりとかするよね。するよね。楽しみだな。もう全然期間がなさすぎて緊張してるんだけど、頑張ります。楽しみにしててねって言えるぐらい、もうめっちゃ緊張してるんだけど。楽しみにしててください。頑張ります。そろそろ時間みたいなので終わろうかな。ありがとうございました。今日もありがとう。みんなまた明日。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。ありがとう。おやすみ。ありがとうございました。バイバイ。